アンニーバレ・パドバーノはルネサンス後期に活躍したベネツィア学派の作曲家、オルガン奏者、鍵盤トッカータの初期の発展に寄与した人物の一人である。パドバーノはパドバで生まれているが、それ以外に若い頃についてはほとんど知られていない。1552年11月30日に初めてベネツィアのサン・マルコ寺院の記録に登場し、年俸40ドゥカートで、 第一オルガニストに就任している。彼はこの職に1 5 6 5年までついていた。この頃、サンマルコ寺院は第二オルガン奏者を雇い、大聖堂の広大な空間の中で、離れて設置された2台のオルガンを同時に演奏することを行うようになった。この習慣は、離れて配置した複数の合唱体をすでに用いていた、ベネツア学派における重要な音楽的発展の一つである。 パドバーノガジした後はメールロが第一オルガニストとなった。1566年、パドバーノはベネツィアを去り、グラーアーツのハプスブルク家の宮廷に仕えた。ハプスブルク家の領地での富を求めて、ベネツィアを去ったベネツィア学派の音楽家は多いが、彼らの多くはベネツィアと交流を保っていた。パドバーノは1570年にグラーアーツの宮廷学長となり、 5年後にこの地で没した。パドバーノはモテット州、ミサ曲州を各一冊、マドリガーレ州を二冊出版しているが、それよりも気学作品の作曲家としてよく知られている。中でもリチェル・ガーレの初期の作曲家として重要な存在である。彼の用いた主題の多くは単旋律成果から取られているが、旋律には多くの装飾が加えられている。また驚くほど、 近代的な方法で主題をモチーフに分割して展開するということもしている。彼の作品で最もよく知られているのは一連のトッカータであろう。彼のトッカータは即興的でコードに装飾された曲形式という近代的な定義のトッカータ作例の最初期のものであろう。彼の作品は通常即興的部分の間に模倣的部分が挿入され、 また2拍子と三拍子の間の拍子の変化もよく行われているが、これらは全て後のベネツィア学派の特徴を先取りしたものとなっている。ありがとうございます。